はい、先週はマランでーす。はい、よろしくです。はい、よろしくお願いします。ということで、さこっち新年ですよ。新年ですよ。ねえ、新年何発目だ、数えてみ。1,2,3、いっぱい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 、3以降数えらんない。そうなんだよそうなんだよ、俺バカだから分かんないんで、もう覚えてないんだよ。はい、4以降の数字を。そう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 、大丈夫、必要ない、よし行こう。まあね、それでね、新年だから俺はね、運気を今年上げたいと思ってまして。運気を上げたい。そう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 、パソコン壊れたりしたしね、去年はね。うん、壊れたって、壊したんだよね。まあいいや、運気上げていこう運気上げるのにどうしたらいいかなと思ったんだけど、俺ね、運気上げる道具を見つけたの。ドラえもんに頼んだみたいな感じ。そうそうそう、アンマゾーンってよしでね、これ、それがね、ちょっと開いてるんだけど、これ。何これ分かんないよね。分かんない分かんない。これメジャー、メジャー、メジャーで運気を上げることができる。これね、よく見ると普通のメジャーじゃないんですよ。ちょっと角っち一回見ようか。あ、すげえ、なんかいろいろ書いてあるでしょ。うん、なんか書いてある。うん、死別とか死とかさ、なんでそんな傷のするとか大吉とか書いてある。そう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 、これね、こういうメジャーで見えるかな。見えるかな。そう、これ風水メジャーと呼ばれるもので、風水的にこのサイズはどうなのかっていうものを、そう、建築士さんとかが物を建てるときに使うものらしいんだよ。だからね、うちにあるものが、今のうちにあるもの、この机とかが、風水的にいいものなのかどうなのかをちょっと測ってみて。そうなんだ。そうそうそう。うん、で、風水ってさ、なんか場所とか方角とかってイメージあるじゃない。そうじゃなくて、この長さが運がいいか悪いか見えるってこと。そういうこと、そういうこと。あ、すげえすげえ、なんかいっぱい書いてある。うん。赤と黒でいっぱい書いてあるよ。そう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 。だからね、とりあえず、俺、今年、これが良かったらこのまま使うし、悪かったらそのうち俺お金貯めたら買えるわ。切っちゃうよあのさ、切ったらさ、これ足ここギリギリじゃんガターンだよ、ガターンまあね、じゃあそういうことでね、うん、測っていきたいと思います。いいね、とりあえず測ろう。あ、ということでね、はい、うちにある家具測っていきたいと思います。ちなみにね、今調べたら、家具はこのメモリのうちの3段目のこの漢字の2段目ってことね。そうそうそう、で調べるみたいです。はい、 OK、 じゃあやっていきましょう。まずこの机からやっていきます。机から、よいしょよいしょ、じゃん、やばい、寒気って書いてあんな、黒だな。寒気、ちょっと調べてみようか。はい、歓喜の意味、歓喜の意味、来た、裁判沙汰が絶えない裁判沙汰が絶えない、切っちゃうぜ、やっぱりこれ切るか、切っちゃうぜ、マジか、やばい、 YouTuber よくなくね、 YouTuber やってて切っちゃうぜこれちょっと交換した方がいいかもしれない ねよし、 でもこっちは、こっちこっち、あ、こっちもあんのか。そう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 、こっちも見てみよう。よし、縦、はい、縦、ほう、縦はどう、これは良さそうだな。こっちはね、財を、裁判沙汰で財をなすの、ちょっと待って財をって結構良さそうだよね。財を良さそうだね。赤字はいいやつなんでしょ。そう、あった、なんだ、財がますます増える。やっぱ裁判沙汰で財ますね。そうだこれやると裁判に勝ってお金が入って、お金が入るっていう、おー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 という結果。いや、これいいの？あ、これちょっとこれ少し切った方がいいかもしれないね。うん、少し切る方がいい。これさ、机の形的に無理だよな。足すか少し。足すか。あ、足そうか。そうだね、あとちょっとで大吉に行けるから、足そう、これ足そう、これは今年伸ばそう、伸ばそう、少し伸ばそう、リバホーム行ってで、次、はい、次、次、これテレビ台、テレビ台、ちょっと照明邪魔だね。テレビ台たまにね、出るんだよね、テレビ台ね。そう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 、テレビ台ね。よし、行きます。はい、怖いな。お、これもいいよ。テレビ台、財、あ、テレビ台も財、財、財だね。これはこのテレビ台使って何年、もう10年ぐらいかな。当てになんねえなこのテレビ台いいな、このテレビ台いいな。お、
これはザイだから全然いい。いい。赤です。よし、次は次はテレビか。テレビもか。テレビ行こう。テレビ行こう。うん。おお、赤だよ。大材、横材。横材。ちょっと意味調べよう。意味調べよう。あった。ローセズ思わぬ財が入る。お、いいね。やっぱ、あれか、訴えられて、勝ち続ける。すごい、お金に関してすごくいい。いいな。この家。ただ、裁判沙汰が絶えないっていう、ちょっと、すごく良くないことがね、あるんで、これはちょっと変えよう。長さをね、うん、ということでね、はい、測ってみましたけど、測ってみたね。とりあえずね、この机がダメなんだわ。この机だね。一番ダメなのはこの机で、テレビ台も OK だし、テレビも OK、 OK、 このリモコンも OK いいよiPhone とかもいいよ面白いこれ、意外とこれ本当面白いよね。面白い。なんかね、テレビでも紹介されたらしいんだけど、今知ったんだけど俺も。あ、そうなの、うん、知らなかった。っていうかもう、うちら、いいぞ、ここでやってるうちは、やばいぜ。やばいな。やばいぜ、うちら。あと訴えられないの。訴えられないようにこれちょっと伸ばします、気持ち。ということでね、まあこの机以外は良かったってことで、頑張っていこうね。そうだね。頑張っていこう。頑張っていこう。ということで、以上、青春オーバーランでした。またねー。